1999世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦日本武道館大会の第4試合、井上正雄対エイリー・オブライトのシングルマッチです。第68代のアジアタッグ王者として99年最後のシリーズ世界最強タッグのリーグ戦に9年目にして初めての出場を果たした井上正雄、結果は1勝6敗、勝ち点2。この経験をアジアのベルトと共に迎える2000年につなげなければいけません。99最後の関門はエイリー・オブライトとのシングルマッチです。井上正雄セカンドロープから今リングイン。99最強タッグはウルフと組んで1勝6敗8点2、そして昨年98年はジャイアントスワローズと組んで1勝6敗、ここ2年結果を残すことができていませんエイリー・オブライト。しかし来年2000年はかつての盟友、あの世界タッグのベルトを共に巻いたことがあるスティーブ・ウィリアムスが全日マットに帰ってきます。来年2000年に向けて99年をお待たせしました。第4試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー350ポンドゲイリーオブライト、殺人風車スープレックスの鬼ゲイリーオブライト、若コーナー245ポンド井上正雄、タイの怪力アルゼンチンバックブリーカーの男井上正雄、石川修一。30分一本勝負のシングルマッチです。こちらがゲイリー・オブライト、数々のスープレックスをしますゲイリー・オブライト、そしてこちらはアルゼンチンバックブリーカーを得意とする井上正雄。さあゴングが鳴らされました。30分一本勝負のシングルマッチゲイリー・オブライト対井上正雄です。半時計回りにぐるっと回りました。まだ組み合いません、まだ組み合いません。組み合った、おっと2リフト、いきなりオブライトが2リフト、井上を振った、おっパワースラム、パワースラムでいきなり打った、カウント入る、カウントが、カウント2つ、いきなりカウントを奪いましたゲイリー・オブライト。パワースラムからカウント2つをゲイリー・オブライト先制攻撃。さあ、おっと2リフト、井上正雄1回転。さあ、井上が立ち上がるのを待ちますが、頭を掴んで起き上がらせます。そして今度はエルボー、井上なすすべがありません。さあ、井上が振られる、おっと2リフト、再び2リフト、咳込みます井上正雄。9年目にして初めての世界最強タッグ公式戦に出場した井上正雄、99年をいい形で締めくくりたい井上正雄ではありますが、エイリー・オブライトに攻め続けられています。コブラツイスト、そしてハンマーを振り落とす。さあ、そのまま抱え上げたぞ、抱え上げたぞ、エイリー・オブライトが前に落とす。さあ、井上反撃に出ることができるのか。ゲイリー・オブライトがカバーした、カウントが入る、カウントが入る、カウント、カウント2つ、カウント2つです。なんとか跳ねのけました井上正雄。さあ、井上の左足を掴んで、そして今度は STF、 STF リング中央、 STF に入った。さあ、井上逃れることができるか。さあ、目は生きているか、生きているか。さあ、ロープに逃れることができるか。再び、再び、さあ、上からエルボーを落としていくのはゲイリー・オブライト。さあ、ロープまでまだ遠い井上正雄。さあ、顔面が歪む、じりじりっとサードロープに近づいていく。さあ、サードロープに届いた、届いた、届いた、ロープブレイクです。さあ、井上正雄全く攻撃を仕掛けることができません。ゲイリー・オブライトがエルボーを打ち込む、膝から崩れ落ちます井上正雄。入
トラルコーナーに振られていく。さあ、おっとこれはかわしたぞ、かわしたぞ、そして抱え上げて、さあ飛ばしました、ゲイリー・オブライトを飛ばしました。そしてドロップキック、さあ場外へ、ゲイリー・オブライトは場外へ、左肩にヒットしました。井上雅雄のドロップキック、ちょっと左肩を気にしていますゲイリー・オブライト。場外からエプロンサイドに立ち上がったところ、ドロップキック、鉄柵へ。さあ井上雅雄も場外へ追っていきます。ゆっくりと後頭部を抑えながら、おっと鉄柵を使っていく、左肩を打ちつけていきます。さあ今度は腕を絞っていく井上雅雄、そしてハンマーを振り落とす、ダメージを左腕に与えていきます。今度はサードロープに巻きつけました、そしてダメージを与えます。井上雅雄、今年10月25日には第68代のアジアタック王者に輝きました井上雅雄、モスマンを担ぎ上げアルゼンチンバックブリーカーでアジアのベルトを奪取しました。今シリーズの最強タッグでも1勝6敗ながら、小橋、大森、バートン、メサワ、この4選手をアルゼンチンバックブリーカー担ぎ上げました井上雅雄。さあ今日このゲイリー・オブライト160キロアルゼンチンバックビーカー担ぎ上げることができるんでありましょうか。トップロープに腕を巻きつけます、左腕に重点的に攻め続けます。井上、赤コーナーからと井上が振られた青コーナーです。キックで迎撃、セカンドロープから井上の方、ショルダーアタック。さあ今度は腕ひしぎ逆十字か、腕ひしぎ逆十字か、完全ではない、ゲイリー・オブライト、5分経過、サードロープに右足が届きました、ロープレイクです。さあしかし井上は攻め続けます。試合時間は5分を経過しました。30分1本勝負のシングルマッチ、井上雅雄対ゲイリー・オブライト。エルボーの打ち合いになっています。ブライトがさあカンネックスブレックス、カウントが入る、カウントは2つ、レフリーの素の音まで聞こえました。さあ担ぐか、99年アルゼンチンバックリーカーのコストだったこの99年担ぎ上げることができるんでありましょうか。バックに回ったバックドロップ、さあ160キロを担ぎ上げることができるか。99年アルゼンチンバックリーカーが日本プロレス界で脚光を浴びたこの後に、さあ井上雅雄が担ぎ上げられない、ニーリフトを受けている。さあ今度は人間風車がダブルアームスープレックス、投げ飛ばされた。さあゲイリー・オブライトがカバーする、カウントが入る、カウントカウント2つ、なんとか跳ねのけました井上です。そしてゲイリー・オブライトは井上をゆっくりと起こします。ニュートラルコーナーに振って、おっとこれはかわしたぞ、おっとスクールボーイ、さあ丸め込んだ、かわした、カウント2つ、さあ今度はあっとラリアットを受けてしまった、ゲイリー・オブライトのラリアット。さあゆっくりと近づいて起こしていきます。さあフルネルソンに行くのか、フルネルソンに行くのか、さあ起こしたぞ、起こしたぞ、抜けました井上雅雄。さあしかしバックを捉えられている、ロープに自らの腕を巻きつけた、ロープに巻きつけています。さあしかしこれを引っこ抜くか、エリオハンマーを振り落とした、さあ引っこ抜くぞ、じゃあつなげっぱなし、しかし立ち上がった、おっと崩れ落ちた、
苦しい状況を打開することができるんでありましょうか。井上雅夫、最強タッグで戦った時もオブライトのハイアングルのパワーボムで3カウントを奪われています。井上雅夫、その井上雅夫、再びパワーボムを受けてしまうのか。さあハイアングル、落とされた、パワーボム、さあ上からカバーしてカウントが入る、カウント3つ、両方を上げました、ゲイリー・オブライト。そしてトライアングルを作りましたゲイリー・オブライトであります。勝負タイムは8分35秒、ハイアングルパワーボムからの体固めで3カウントを奪われています。井上雅夫、今セカンドロープをまたいでゆっくりとゲイリー・オブライトがリングを後にします。そしてトライアングルを見せました井上雅夫も前線はいたしましたが、8分35秒、パワーボムからの体固めで3カウントを奪われています。後頭部を抑える井上雅夫、素晴らしい戦いでした。全日本プロレス中継、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。